雨が降り始めています。楽天生命パーク宮城からお伝えしてまいります。東北楽天ゴールデンイーグルス対千葉ロッテマリーンズの一戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日は雨が降る中でのプレーボールとなりました。小宮山さん、ピッチャーにとってこの雨はどのような影響が考えられますか？まあそうですね、ボールが濡れるとちょっと滑るので、なかなかちょっとコントロールしづらくなるので、その辺バッターは今日 DH に入っている浅村。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。さっきはちょっと不甲斐なかったですよね。ええ、ここは切り替えていきたいですよね。そうですね、今度は打って挽回したいところ。ツーアウトランナーありません。打ちました、いい当たりだ、伸びていく、どうだ、入れば勝ち越し、入りました、ホームラン、勝ち越しのホームランです。楽天イーグルス、白球高々と舞い上がり、楽天生命パークのスタンドに消えていきました。真ん中にすっと入ってきた変化球、しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。スライダーが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、楽天イーグルスが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。里崎さん、緊張感のあるゲーム展開の中で勝ち切れたというのはどのあたりがポイントだったんでしょうか？まあ回ってきたチャンスをしっかりものにできたことでしょうね。今日は本当に集中してたと思いますね。そうですね、非常に高い集中力の中、見事勝利を収めています。勝ったイーグルス、接戦をものにしました。一方のマリーンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはイーグルスが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで楽天生命パーク宮城から失礼します。